原稿書いてました、今日も。もうステップ3ね。昨日までの私なんて族の話から、ステップ3に入ります。まあ、ちょっと読んでみましょう。まずは自己否定を書き出してみる。そしてそれに反論をしていく。これがステップ2でしたね。ステップ1は自己否定を書き出して、まずは書き出してみる。で、ステップ2はそれに反論をしていく。ってことです。で、ここまで気になりまして、これは頭の中でやらずに、ぜひとも紙に書き出してやってみてください。書き出した後は、ポイッと捨てちゃってもいいので、それでも一度はしっかり紙の上に残してみましょう。頭の中でやると、ぼんやりとしすぎてしまって、自己否定も定まらずに、なんとなく否定的なムードだけに染められてしまいます。一体、自分はどんなことを自己否定しているのか、どんな自分が許せないのか、その罵倒をしっかりと紙の上に、現実の世界に書き出しなさい、ね。その罵倒をしっかりと紙の上に現実の世界に書き出してみましょう。厳しいあなたを具体的に観察してみてくださいと、こうなると。私はノートを開いて左に自己否定を書き出し、右のページにその反論を書き込みました。どんなやり方でもいいです。自分がやりやすいように。特に形はどうでもいいのです。なぜならば、自己否定自体が実はどうでもいいものだからです。それは明らかにルールを無視した、徹底的に間違っている罵倒でしかないからです。しかし、なかなか自己否定は止まらないままかと思います。それぞれの段階をどれくらいの日数やればいいかは特に決めていません。それはそれぞれの人の自己否定力の強弱によるからです。私はかなり自己否定が強い人間でした。そんな私でもこのカリキュラムに従ってやってみたら、なんと100日以内に、正確には97日目に自己否定がピタリと止まったんですと。今ではなんであそこまでひどい自己否定をしていたのか、皆目見当がつかないという状態になっています。とても楽です。だからこそ皆さんにもとにかく楽になってもらいたいんです。これからステップ3に入っていくわけですが、ステップ1からステップ2、つまり自己否定を徹底的に洗い出し書き出してみて、それを一つずつ反論していく。この過程は簡単には終わらないと思います。思いつく限り書き出してみて、それにしっかりと反論ができたとしても、また次の日になると少しだけ変わってはいるが、それでも同じような自己否定が始まってしまう。そういう人が多いと思います。私もそうでした。何度も何度も反論するのだが、それでもまた次の日になると同じように自己否定をしてしまっていました。なので、それは初めからそういうものだと認識しておいてください。わかりました？反論したのになぜまた自己否定をしてしまうのかと落ち込まないようにしましょう。自己否定は子供がダダをこねているようなものです。飽きずに来る日も来る日も自己否定してきます。そこで自分に対して怒らず、むしろ受け入れてあげるような気持ちで、反抗期の子供と接するように、一つ一つにすぐに感情をむき出しするのではなく、どちらかというと淡々とこの作業に取り組んでみてください。なかなか自己否定が止まらないときに、私がやっていた対策法の一つをお伝えしておきましょう。ということで。なかなかね、自己否定止まらないと思うんで、書き出しても止まらないと思いますけど。まあ、その時の対策法の一つです。それは、私とは別の信頼できる人を呼ぶという方法です。でも実際に呼ぶわけではありません。頭の中に呼び寄せるようなイメージです。家族ではない誰かが良いでしょう。あなたは強い自己否定を繰り返してここまで生きてきました。そう考えると、かなり大変な人生を歩んできたと言えます。しかしそれでも生き延びてきた。すごいことです。自己否定。つまり罵倒を受けながらそれでも前を向いて生きていくのは困難なことです。それをあなたはやってこれたのです。少しだけでも自分を褒めてほしいです。どうやって生き延びてこれたのか。もちろんあなたが罵倒に負けなかったということもありますが、それだけでなく、あなたを助けてくれた人が少なくとも一人はいたはずです。皆さんがこれまで生きてきた中で出会った信頼できる人、その人を思い浮かべてみてください。今は会えなくなってしまっている人でも問題ありません。皆さんに対して罵倒したりしない人です。困っている時には優しく接してくれそうな人。困っている時に
優しく接してくれた人でしょうか。くれた人。ね。その人を思い浮かべてみてください。それでも自己否定はもちろん止まらないと思いますが、それでも反論の手助けになってくれるはずです。その人なら何と言ってくれるかということも書き出してみてください。自己否定が強すぎる場合、あまりにも根拠を示してくるので、なかなか反論することができないことがあるからです。反論がどうしても弱くなってしまうのです。ステップ2で確認しましたように、自己否定は本当にひどい、ただの罵倒に過ぎないので、実際は徹底的に間違っています。どこにも擁護できる部分はないはずです。ここは断定でいこう。どこにも擁護できる部分はありません。それなのについつい自己否定に耳を貸してしまうし納得してしまう。言い返せと言われてもなかなか反論する勇気が持てます。持てなくなってしまいます。そこで信頼する人に頼ってみましょう。その人なら何と言ってくれるか、そういうことを想像して書き出してみましょう。信頼する人に直接頼るわけじゃないので、どんどん頭の中で頼ってみましょう。依存症にはなりません。想像ですか。今まで頭の中は、現在頭の中は否定的なことばかりが渦巻いているはずですが、信頼できる人が入ることで少し風通しが良くなるでしょう。これは全て想像上のことなので、そんなにうまくいくわけないと思われる方もいる、思われるかもしれませんが、そもそも自己否定自体が想像の産物なのですね。自己否定は実際の事実とは随分異なります。だってただの罵倒なんですから。だからその想像力の部分に少し変化を与えるのです。これは一つの有効なヒントです。必須ではありませんが、自己否定が鳴り止まないときはぜひとも試してみてください。しかし自己否定が強くなっているときは、誰かに助けてもらったというような素敵な思い出をなかなか思い出せないときがあります。そういう人はぜひ私を信頼して登場させてみてください。あなたの自己否定を私ならどう反応するのか。そんな想像するだけで効果があると思います。まあいいか。ここまで。これでヒント。これはヒント1だね。ヒント1。信頼できる人。ね。つまり第三者をこの自己否定世界に登場することであることに気づくと思います。それは皆さんが自己否定をしているわけではないという事実です。わかりますか？不思議ですよ。自己否定をしているのは私のはずなんですけど、皆さんが自己否定をしているわけではないという事実もある。もう少し細かく説明してみますね。まず、今この教材を読んでくれているあなたがいますよね。あなたがいます。それは実際にいます。あなたは自己否定に困っています。だからこの本を手にしたわけです。自己否定に困っていて、それをやめてほしいと切に願っていますよね。自己否定によって苦しんでます。弱ってます。中にはそれによって死にたいとまで感じてしまっている人までいます。それを何とかするためにこの本を手に取ってくれたわけです。くれたわけです。つまり、あなたは、今、自己否定をしていませんよね。むしろ、自己否定に困っている側です。ね。こうも言えるでしょう。こう言えるかもしれません。つまりこう言えます。つまり、
それは何とかするためにこの本を手に取ってくれたわけです。よく考えてみてください。あなたは今自己否定をしていませんよね。はい。むしろ自己否定に困っている側です。つまりこう言えるでしょう。言えるでしょう。あなたは誰かに罵倒されて困っている。どうでしょうか？違いますか？でもそうじゃないとこの本を読んでいないはずです。あなたがもし罵倒している側であれば、この本は手に取らず無視するはずです。なぜなら、あなたは自己否定という間違った罵倒を繰り返す張本人だからです。自己否定をやめたい。やめたい。などと思っているわけがないからです。自己否定を否定されては困るからです。困ります。自分がやっている行為が間違いだと知れたら、居場所がなくなってしまいます。体の中で隠蔽するように行われているいじめ。それが自己否定の正体ですが、いじめがバレてしまっては困ります。自己否定をあなたが自己否定をしている側であるとするならば、あるならば、私は正体を暴き、すべての行為を否定する私は正体を暴きすべての行為を否定する敵に見えてるはずです。てしまうはずです。しかし、そうではないですよね。今、あなたは私の言葉を耳に入れ、なんとか自己否定を止めようとしていますよね。ということだね。なるほど。してます、してます、皆さん。できてます、できてます。ということで、これで、ちょっと待ってね。よいしょ。そこまで分かってきましたか？分かってきましたね。やはりあなたは誰かに罵倒されていますよ。誰かに否定されている。
います。だから困っているわけです。困っていることは、本当に困っていますよね。知ってます。私も困ってましたからね。ということで、信頼する人を入れることによってどういうことがわかるかということを書いていく、いこうね、うん、つまり信頼する人を、あなたの、想像の中に取り入れて、自己否定に対して反論をしているうちに、罵倒をしている誰かと罵倒されているあなたの存在に気づくはずです。もちろん罵倒している誰かは姿形があるわけではありません。それも信頼するしている人と同じように、想像上の人物ではあります。それは一体誰でしょうか？想像することができますか？私の場合、容易に想像することができました。なぜなら、私がやること、なすことに、厳しく言葉をかけてくる人、来る人がたった一人だけだったからです。それは私の母親でした。うん。そうね、ここははっきり書いといた方がいいでしょう。母ちゃん読まないで、これね、読まないでほしい。しかしだからといって書かないわけにはいかないのだ。それが私の人生ね。とりあえず54枚まで書いた。これで今日これぐらいかな。これで10枚、10枚いった。今日はね、これぐらいにしておきましょうか。私は母親でした。皆さんは、から先をどう書くかはまた明日考えようか。こんな感じですかね。ステップ3。この続きは明日また書きましょう。
よし、OK。で、ここまで終わって、保存。よし、これで保存して、影山くんに送りましょう。影山くんが昨日の原稿、ステップ2の原稿ありがとうございます。意地悪に自分を見ている。それはもういじめ。親友に置き換えての反論。特にここが心に響きました。読んでいて自己否定ということに、俯瞰的に見ることができてます。反論というステップが出てきて、日記ページともシンクロしてきましたね。やはりこの先が気になります。今日考えていたのは、仮に分厚くなってもサイズや重さがコンパクトな装いにすると、いつでも相談できるような本にできるかなとイメージしていました。引き続き原稿を読んで考えます。よろしくお願いします。ということでした。はい。じゃあ、影山さんと、今日も10枚送ります。これで54枚になりました。まだまだ書くことはありそうですね。ありそうですね。とりあえず、ステップ3の部分、送ります。まだもう少し、3は、続きがありそうです。明日また書いてみましょう。ですね。坂口恭平。よし、これで。で、ここで、ファイル添付しましょう。自己否定の認知感。これでいいかな。で、ここまで。ステップ3まで。で、コピペ。しておきましょう。OK。はい、終わりました。お疲れ様でした。さあ、皆さん何か質問ありますか？何かありましたら、もう全員今、スピーカーになれますよ、自由に。今日は、この後、なんか、軽井沢からなんか、ギャラリーの方がいらっしゃるっていうのと、柴田元幸さんから、モンキー英語版2024年号、次の号に、現実宿り36章、乗っけますとのことでした。はい、どうぞ。あ、もしもし。はい、どうぞ。あ、別に質問ってないんですけど。ない。何か喋りたいの？そうですね。ちょっと、一回おしゃべりしてみたいと思ってて。何何でもいいよ。そうですね。僕も前は自己否定がすごいひどくて、2、3年前ぐらいですかね。うん。で、もう全然やってないんですけど、なんか、どうやって亡くなったかが全然思い出せなくて。まあでもいいんじゃない、自分で納得したでしょ。飽きたんで、やりすぎて。いや、もうそうなんですよ。多分飽きただけなんですよ。だからなんか僕も、その辺のことをちょっと、坂口さんみたいに書けたらなとか思うんですけど、思い出せねえなと思って。プロセスをね。なるほど。思い出せなかったらもう別に、まだ書かなくて良さそうだね。そうですね。ゆっくり行こうぜ。そうですね。うん。まあ僕の場合多分なんか仏教がでかいかなと思ってて。おお、仏教を勉強して。そうですね。瞑想とかめっちゃ一時期。やってるね。そう。なんか気づいたらなくなってたっていう感じです。それは一つあるかもね。そうですね。あれは何だったんだろうなって。うん、これ今は全然苦しくないってことでしょ？ああ、もう全く。よかったね。そうですね。だから仏教では無我っていうことを言うじゃないですか。この辺の考えを、その仏教を学んでいくうちに、
どん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 浸透していったのかなって自分の。だからそれと同時に自己否定っていう、そもそもその自己って何なのかっていうところを疑いみたいなことなんで、仏教って。だからそう、もう仏教を学ぶのと同時にどんどん、なるほど。じゃあその仏教を学ぶのは一つ効果的だっていうことは書けそうだね。そうですね。うん、仏教をもとにして考えるその無我のあり方とかね、無我になる方法でいいんじゃないの。無我になる方法、うん、今無我になってるわけでしょ君が。そうですね、うん、無我とは何かでいいんじゃないの。無我になる方法。なるほどなるほど。無我とは何か、うん、無我になるっていうか、そもそも無我じゃんっていうことですよね。自分のね、自分が無我であるってことに気づけばいいわけよね。です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 。うん。じゃあ無我に気づく方法か。そうですね。だから、うん。まあそういう本はアマゾンにはないよ。ってことは、無我の見方っていう本はあるけど。無我っていう言葉を使ってる本がいっぱいありそうですけどね。意外とないよ。うんうんうん。無我の見方、私から自由になる生き方っていう。ああ、いいですね。アルポムレスマナサーラさん。あ、はいはい。読んでみたら、この人。ちょっと、それを批判しつつ、まあまあわかんないけど、この人の本が良ければそれでいいんだけど、物足んなかったら、自分で書けばいいんだよ。スマナサーラさん、まさしく僕が最初にお手本にした人ですね。ああ、そうなんだ。ですね。じゃあ結構参考になってんのかな。そうですね。うん。無我の味方で、この人。うんうん。だから、さっき言ったそもそも事故って何なんだっていう、その根底から疑うっていう。うんうんうん。うん、いいね。素晴らしい。ありがとうございます。頑張ってほしい。はい。またね。うんうん、また。ありがとうございます。どうも。はい。なるほど。面白い。あ、はじめまして。ありがとうございます。よみちゃんね。はい。どうぞ。はい。今の方のお話も聞いてて、で、うん、あの、坂口さんが、あ、そうだ、生き延びるためのジム読みました。もうめちゃめちゃ、あの、ウェブの時から感銘受けてたんで、もう早速買って読み込んでおります。任せてください。いや、もう自分もやりたいことがあるんですけど、今全然興味のない会社に勤めて、でまあちょっと会社の仕事の件でちょっといろいろあって、うん、なんかその自己否定をしないっていうことを頭では分かってるんですけど、うん、もうなんか昨日から辛くて具合悪くなっちゃって、うん、それでも疲れてるだかも。疲れてんですかね。うん、かも。疲れてるとガード弱まると、多分もともと、まあ誰かに言われたことから内在化して始まってる自己否定がムクムクと盛り上がってはくるよね。そうかも。うん。だ転職しなきゃいけないし、自分に向いてない仕事だし、やりたくないしっていうのが分かってるのに行動できなくて。なんか怒ってそうだね、それ。なんか行動できないことをさ、なんか怒るとかわいそうじゃない。なんかじゃあそういうシーンやるよ。子供がいるよね。その子供がさ、はい、何をなんかいろいろあるんだけど好きなことが、はい、なんかこうまあなんかこう絵を描くのも好きだし、まあ本読んだりするのも好きだけど、まあ塾とかも行かなきゃとか思ってて、でもちょっといろいろ自分でこうタイムスケジュールとか考えてどうしようかなとかってここ家の中でこう紙の上で考えてたりしてさ。はい。で、母ちゃんが、ちょっとあなたさ、もう早くしなさいよ、とか言って。どっちなのみたいな。もう、どっそいんだから、もうなんか、なんでそのグズグズしてんのみたいな。なんかもう辛くないこれ見てたら。はい。だからその状態を自分でやっちゃってるのまずいから。はい。はい、いいんじゃないみたいな。そっち側で行きたいの。ゆっくりしていいんじゃないみたいな。はい。きついなら休みなさいってちゃんと言ってあげないと、自分に。そうですね、うん、きついのに仕事行ったってろくなことないし休めばいいんだよ。
なんか今話してたら泣けてきちゃって、なんか辛かった。どっかで言われてんの、グズ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 しちゃダメとか言って、多分自分で、はい、出るのとか言って、そんなのじゃなくて本当は聞いてほしかったんじゃない、ちゃんと目線同じにしゃがんでさ、どうしたどうしたとか、ああ今日はここだけで読みたいみたいな、でいいじゃんみたいな感じで、まあ、私も暇だしも一緒に読もうとか言って、あんた好きだけ読んでればとか言って、一回だけでもそのあなたの時間軸に誰かが合わせてくれてよかったよね。はい、うん、でも何も、もうそれは今やもうこの強ラジにしかないっていう今日じゃね、こうみんなの質問がもうほぼもうなんか大学の講義並みにみんな注目して聞いてくれるしね、大事よねこういうの。いやーでも今人前でなんかちょっと泣けちゃったのがめちゃくちゃ恥ずかしい、うん、でも恥ずかしいけどさ、恥ずかしいって言ってるのはお母さんだけじゃん、俺らはさ別に恥ずかしいと思ってないの分かるでしょ、うちら笑わないじゃん多分。はい、うん、だけど確認しとこう、うちらが笑わないの分かる、はい、そうない、どなたも笑わない、誰も笑ってないと思います。そうで、もっと言うと泣けないから、普通は泣けるってことは泣いていいから泣くんよ。そっか、そう泣けないから、普通の人それでグッって我慢して、あそうですね分かりました、次の女性の、あ俺了解です、分かりましたみたいな、普通ってなんかやるでしょあれ俺いつもああいうもうすぐ声で分かっちゃうから、なんかすぐ言っちゃうもん、なんかこう仕事の話とか、オナニーとか好きですかとか言って、いやいやいや仕事中ですよみたいな、なんかもう仕事中ですよ顔されると、なんかもう何かこの人隠してるというか、ちょっと辛いのを隠してんじゃないかなと、ついつい突っ込んじゃうね。そうですね、そうそうそう、ダメですよ本当に、ちょっともう教員だけにこう見せるんじゃなくできるだけ多めに見せていこう、はい、ここそういう場所なんで練習です、道場だから、はい、トロ道場、トロするための道場なんで。ありがとうございます。うん、だからつまり何か選択するときに長く時間をかけていいよって言われないと君は楽になんないから、自分で言ってあげるのよ、それを自分でやれるようになったらできる、もうパーペキだから。そっか、あなたはグズグズしてるって多分言われてるんよ、俺が思うに。はい、言われてます。で一見グズグズしてそうに見えるんだけど、でも本当はどうするかを考えているだけだから、はい、やればいいだけな、はい、だからいつも心にちょっと AI 強兵を入れてこう、はい、それをそれで妄想してここでなんて言われるかな、なんて言ってくれるかなみたいな、はい、多分俺もブランクずっとし続けてるでしょ、はい、もう満足するまでそこで本読んでていいぞ、俺ブランクやってるから横でって、うん、で飽きたら帰ろうぜみたいな、なんか俺の犬のお散歩と一緒じゃん、ね、俺がコントロールしないわけだから、はい、それでも帰っていくから3時間はかかる3時間はかかる3時間で絶対帰っていく家にそういう感じやん、まあ、俺も子供と自分の子供との付き合いでも絶対に母ちゃんが怒ったからってゲーム止めんなってブチ切れてるから、とにかくゲームを満足するまで怒られろっつって、はあ、満足するのを途中で切ったらお前マジで人に文句言うやつになるぞっつって、そっか、そうなんや、だからゲンは人に文句一切言わないよ、なんか分かる、満足するまでやんないと耐えられないから、浮気してる俺に文句言わない、今はしないけどね、はい、いいと思います、満足するまでやるしかないよ、誰もがそうじゃんみんな、いや満足、まあ、もちろんそれまでに耐えられなかったら妻は逃げてたわけだから、はい、全部そういう感じでやる、とにかく満足するまでやる、だから満足を知らないからおかしなことになる、はい、満足するまでちょっとじゃあ休んでも、悩むよ、満足するまで悩む、はい、なんか人に比べちゃうんすよね、なんかちゃんと自分はやるべきことができてないみたいな、常にやっぱり、あなたは人と比べてないはずだから、人と比べられてただけだから、そこを分けなさいって頑張ってどうします、うん、あなたは比べてないはずだよ。どこ自分なりの考え方があるから悩んでんだから。うん。だけど、なんでなんてこちゃんができんのよ、あなた遅いのみたいな。なんかそういうこと言われたんよ、多分。何らかのそういう感じがするんだよ、あなたの場合。いや、なんか、
そのできてない部分っていうのをできてないよねっていうのをコンコンと言われた感じですね。そんな落ち着いて言われてもね、うん、きついなみたいな、お前きついなみたいな言えたらよかった。俺が横にいたらさ、お前きついな母ちゃんって言えるわけじゃん。はい。だからそういう時に横にその AI 教養をつけた搭載者方にね。そうですね。サブスクで8万円ぐらいしますけど払います？え、あれえ、すごい。もう売ろうかな俺 AI 教養。うん、売ってほしいで。狂変の体臭もなんか匂いがいい、体臭付きで。匂いはまあちょっといいかな、とりあえず。いいよ、そんな冗談なんだから。いや、勘弁してくださいよ、そこで。そこで真面目にいいとか言わないで。俺落ち込んで今もうちょっと切るわ、もうスペース。あ、すいません。いや、匂いもいいと思います。あった方がいい。そこはね、そうそう。そんなのほらあなたに送りつけるわけじゃないんだから、一言いいよねって言ってあげて、そこで。そうですね、最高っす。そこちょっと母ちゃんちょっと取り入れすぎじゃない、母ちゃんのスタイル。いやー、てかもうなんか、AI このものはすごいあってほしい、横にいてほしいと思い、一言言わないであげてよ。はい。ですよね、もうですよねって、もう俺基本的にですよねゲームしたい、あ、ですよねって言って、喜ぶ、うん。なんでそこでさ、喜ばせられないんだろうね、人間は。うん、謎で。そんなことしてたの、どうなんのみたいな。うん、お前の恐怖心だろって、俺、気違い子供だったから、うん、お前の恐怖心を俺に押し付けないでくれるって言っちゃってたから。そっかぁ。みんな恐怖心、大学行かなきゃダメとかさ、お前の恐怖心やろ、しかも大学行ってないやろ、君、っつって。うんうんうん。うん、いや、だって、高橋さん、うん、大学も行ってますもんね。うん、そうだよ、俺大学も行ってるし、うん、その分かんないけど、うん、大学行ってるか行ってるかって言えるじゃん。分かんないけど、うん、大学行って行くなら、やり会いたい先生がいるなら行けばっつって、ね、会いたい先生いなかったらもう何百万人と俺に電話してきてるじゃんっつって、うん、何していいか分かんないって言ってる、しょうもない大学生まあこれと一緒になるぞっつって、うん、ごめんねみんなっつって、もう参考にしてすいませんって感じ。うんうん、目的を持たないと何の意味もないから、大学はね、はい、目的を持たないまま生きても何の問題もないよ。うん、うん、大学に行くのに目的はないという意味はない、本当に。いや、頑張って、読みは大丈夫でしょ。読みはとにかく満足するまで悩んでください。わ、はい、かりました。うん、それどうせ今の時代、今あなたの周りに文句言う人実はいないから、相談しなければ。だから無駄に相談しないでもらっていい？はい。相談するのは俺みたいに一応注意しない人で行こうか。わかりました。うん、俺いいねみたいな、もうこのこういうもう生きてる中で悩んでること自体がいいよねって言ってあげるから。うん、そこはそんな悪いことでも何でもないから。でも、うん、甘いねみたいな、俺の方が悩んでるねみたいな。悩みで戦ってあげるよ俺が。悩み足りないなみたいな、もっとこもったなみたいな。うんうん、あ、会社に行けちゃうタイプみたいな。俺行けないし。うん、いや、もう休みたくなってきた。そっち側のなんか上には上がいるっていう世界を知らないから、なんかしょうもない中途半端な注意しか、告げ口しかしないグループたちに引っ張られるんだよね。あ、もっと悩んでる人がいるし、俺本気で自殺者をそのなくそうとしてて、常に挫折してんねん俺、毎年2万人とか聞いて俺泣きそうになった、心が。それ意味わかんないでしょ、みんなからしたら。うん、だから俺そこで悩んじゃってる、しかもそんなことで悩んでどうするのとか、もはや誰も言わないけど俺に。うんうん、だから悩みが足りないというレベルかもよ。そうなのか。うん、悩みが深くないねみたいな、悩み浅いねみたいな。浅いかもしれない。悩みってもっと深みがあって、そうすると一つのもう強大な力になるから、もうだからみんな悩ませられな、うん、なんてや、悩まされすぎなのよ、悩まなさすぎなのよ。わかりました。毎月給料あると悩まないんだよ。そうかも。そうなの。毎月給料ないとそれだけでも悩むよ。どうしようと思うから。まあ私の主な悩みはちょっとやっぱお給料が安いのに対してなんか要求されることが多い仕事でっていうことなんで、まあ一層ね、うん、なくなっちゃえばいいかな。逆よ。え？給料が安いのに定額もらわなきゃ恐ろしいと思う、その恐怖心が気になるよ。はい。それだけじゃん。その会社の問題じゃ何でもないじゃん。その会社を行こうとしてる己の恐怖心じゃん。はい、そうなんですよ。
だ人のせいでも何でもないんだけど転職活動ができないっていうのが、いや逆に転職をすることができないという恐怖心なのよ。はい、だから恐怖心がある。恐怖心、てかその恐怖心があるなっていいじゃん。はい、私って怖がりいいね、うん、怖いんだから怖がりなさいって言ってあげたらいいのに。はい、怖がっちゃダメって言って働いちゃ安いとか言って、そしたらもう葛藤するしかなくなっちゃうから。はい、だからもうこの会社にもう感謝しまくってみたらいいんじゃないの。もう怖いのに助けてくれてありがとうございますとか言って。いやだ、感謝はしたくない。なんかほら全然自立しないのにさ文句ばっかり言う子供みたいでしょ。はい。お前実家にいるのに文句言うないみたいな。実家にいるならさ朝からさ天才的な紐としてこう掃除してあげたいじゃん。うん、あなたがいなくなると困るって言われるぐらいまで紐でいないとさ。はい、ちょっと今葛藤が起きてますね。はい、はい、まあだけど死ぬことはないっていう、ごめんね、まあ、はない、死ぬことはないレベルですそれ。はい、はい、そうです。でなんかこう爪噛んでるみたいな感じで、爪噛みです。はい、なんか血も出ないけど噛んでるから辛いみたいな、ちょっとストレス解消してるっていう。もうちょっと思い切ったら、もうちょっとなんか逆に言うと金になりそうだけど、まあ、もうちょっと腹切るといいけどね。はい、なんかまあでもそれもそれでいいと思いますよ。はい、なんかやめようかな、やっぱ特に次も受けずにやめると追い詰められていいかもしれないです。いや、やめなさいよ。あなた追い詰められるとすごい苦手なタイプよ。あ、そうなんですね。やめようよ、そんな私みたいな人間なんか。また私なんて人になってるよ、今。私なんてもう追い込まれてもいいなよ、みたいな。いやー、そんなこともない。そんな。はい。ダメや、追い込んじゃ。あなた、プレッシャーに弱いんだし、シンプルにもう、そんな、どうすんのとか言って言われたら、もうすごいカチカチになっちゃうから。今の仕事をしながら次の仕事をゆっくり転職する場所を見つけなさいってだけでいいんじゃない。はい、ダメ、そんな優しくしてあげて、ちょっと自分に。はい、そうします。 OK、 その私なんて的な、ちょっと私なんて人、ちょっと卒業でお願いします。あ、すぐは無理ですけど頑張ります。うん、そ、なんでそんな感じなんだろうね。じゃあもう可愛いねとか言われてもずっとこう、あ、もう私そんなじゃないんでとか言っちゃうの。可愛いね、普通に。なんか嬉しいかも。ああ、うん、じゃあやっぱ男の、はい、彼氏か、彼氏いるんですか。いや、結婚してるんですよ。あ、旦那さんがいて。はい、ただ旦那は鬱で休職中です。ああ、なんで。ちょっとやっぱ旦那との関係は悪くないの。別に普通です。あ、ただまあ相手は鬱なんで、ちょっと休職してて、だからまあ私が仕事しないといけないっていう、なんか感じなんですね。そうだな、その寂しさがあるんだね、じゃあ。なるほど。自分でそれをなんか満たしてあげれるといいけどね。まあそのためにもなんか気持ちいいとこ、もう引っ越した方がいいね、これね、仕事。あ、そうですね。あ、うん、やっぱなんかもうじとじとなるよ。なんか旦那働いてないし、私やんなきゃいけないしみたいな、なんかそう、なんかそう、寂しいって言えばいいのにみたいな、なんかこう、なんかそっち側なのに、なんか私やるしかないしみたいな、やりたくないのにやるしかないしみたいな、なんかいつまでだってもそれ満たされなそうじゃん。うん、そうですね。いやー、すごいな。母なる大地を自分の中で作らないと。はい。いらっしゃい、こちらにいらっしゃいみたいなので自分の中に作る。わかんないけど、はい、もう最近俺そっちに向かっちゃってて。もうなんか全然、もう、不倫するより全然そっちの方がね、なんか満たされない。むっちゃおっぱいが大きい、その女性、女神みたいな自分の女性のおまんこの中に、恭平いつでも入りなさいって、なんかエスカレーターみたいに入っていくんだけど。そういうイメージで自分を満たしてたら、もう朝から弁当毎日作ってるけど、時々はさ、朝寝てる、ちょっと、ふーちゃん、ちょっと待ってよって思うんだけど、うん、思わなくなる。いやー、それ欲しいですね。うん、そうそう、そうそう、ちょっとしたら、ちょっとイライラとかぶつけちゃったりするわけよ、なんか、うんうん、ちょっと遅く起きてきた人に対してさ、みたいな、いいねみたいな、うん、そういうこと言うと、そう言うのって結局意味ないよ、ただ自分が寂しいってだけなの。だからその寂しい状態をどうやって自分で満たすかっていうのをむっちゃ俺研究してんだけど。はい、いや、その研究をまた本にしてくれる。ほんと、まあ、次女神の本書くから。いや、女神論。俺ね、自分の中で、ね、女神を、うん、次ね、生き延びるための女神だから。
もうジムはね、まあ、ある程度に行くところまで大事だけど、俺の中のそのジムっていうのはもうある程度のものを進めていくための必要なものであって、もっと本質的なその寂しさを解決する問題ではないからね。皆さん今生き延びるためのジムに向かってってくれてると思うけど、もう俺はもう今生き延びるための女神に向かってて、みんなのところに自分で女神の作り方だよ、女神の。うんうんうん。そしたらその寂しくてイライラするみたいなツンみたいなのがなくなるんよ、本当に。そのツンがなくなるとむっちゃ楽になると思う。てかもうむっちゃ愛情を周りに くべれるから。うんうん。子供との関係とか、妻、配偶者との関係とか、むっちゃすごいスムーズになっていくと思うよ。いやー、すごい楽しみにしてます。いえいえ、頑張ります。はい、ぜひお願いします。読みも、とにかく自分が満たされていくの。で、旦那に絶対に、はい、絶対に文句言わないって決めてごらん。あー、言ってはないです。うん、いや、もう気持ちとしてね。だから、気持ちとしての寂しい気持ちよ。いや、うちらは、そら、うつ病の人に優しいじゃん、もちろん。うんうん、だけど何か自分の寂しさがねツンってしたものになっていくんよ。いや、あると思います。そう、それをできるだけ自分で満たす方法なの。まあこれね、本当はハイレベルな話だから、うん、多分これをみんな何でもほらやるわけじゃん、まあ、不倫であったりその酒やギャンブルなんかにこうある種の依存していくわけよ、ね、はい。そうじゃない方法に、令和はちょっとそうじゃないから、もうね、平成まではもうとにかく依存の時代だと思うけど。めちゃくちゃハイレベルだから、やっぱ本にしていただいて、こう、噛み砕いて自分の中に入れたいんで、ぜひお願いします。頑張ります。はい。またね。はい。バイバイ。はい。ありがとうございました。はい。そんな時に、博士がいらっしゃってますけど。あ、すいません。はい。博士、元気ですか？あ、元気元気。すいません。ライブ、一回終了しましたけど、はい。また、もう一回流すことになったので。おー、ですよね。はいはい。それ連絡いってますよね。もちろん。もうそれ、一応ツイートしてます。はい。で、第二回をやりたいんですね。で、その前に、そういえば、6月の中旬以降ぐらいで、宮台さんからまた来て。クロチェットでやるんですか？博士のとこ出たらもうまた俺のとこも出ろって言われて、クロチェット。それいつなんですか？それね、まだね、日程が627いけるかなっていう話で。627で。うん。どうですか、博士は。そこに僕が？いやいやいや、そこに博士があって面白いか知らないけど、まあまあ、それぞれの番組があるでしょうから。そう、もちろんもちろん。ええ。だから別に、いや、俺は そこさえずらせば全然できて、僕も6月後半で、東京にいらっしゃってる時に2時間だけ時間をいただければ。ですよね。で、しかも僕、質問要項をこの間2割ぐらいしかこなしてないから。あ、本当ですか。そうそうそう。台本的にはめちゃめちゃあるんですよ。確かに、そっか。そうすると、6月の下旬？下旬である方がいいですね、僕は。6月、15が大きいライブがあって、うん、あとは結構いけますよ。6月でしょ？東京出てる時でいい。時が6月、627だけなんですよ、俺。あ、そうですか。627。ちょっと待ってください。6、2、飛行機を買ってると思うから。またギャラあれぐらいもらえるんですか？もうもちろんもちろん。あ、じゃあ全然飛行機買えばいいんで。ええ。6、2、2days やりますじゃあ。627、俺晴れ、代官山でライブ。ええ。夜、宮台さんの予定。ええ。28の夜。いや、OK ですよ。じゃあ、ちょっとこの方向で、ちょっと一回妻に聞いて、いろいろじゃあ、打ち合わせか。2回目で。はい。意外と、たくさん来ました？博士さん。たくさん来ましたよ。もちろん来ましたけど、僕は本当、0円であれを見せたいぐらいなんで。な、本当はね。はいはいはい。そこへ向けていろいろクリアすべきものがあるんで。なるほど。ええ。ぜひやりましょう。じゃあ28で向かって動きます。じゃあ28でちょっと予定でちょっと妻に聞いてみます。はい、わかりました。
了解です。ありがとうございます、社長。はい。社長じゃなかった、博士。また。はい。どうも。んで、次誰かいる？あ、こんにちは。はーい。すみません、質問というか、うん、これ入ってやん。はい、そうです。なんだろう。ちょっとずっと前から大好きだったんです、坂口さんのことが。本当ですか？で、デートします、ね。したいくらいですけど。したいくらいですか？マジですか？今やもう何にもエッチしないんでデートが自由にできるんです。逆にお前それインテリアクさんのやり方だろうって逆に怪しまれてますけど。いつも本当、はい、あの楽しくて、はい。はい。去年の、ケンちゃんが行く、ケンちゃん応援する。おうん、スペースとかもすごい面白く聞いてて、自分が。うん、自分が会社来たくないなと思った時に YouTube に上がってるやつ聞きながら来たりとかしてます。はい。で、ハイピア、ハイピア何やってんの？アフリカの布を使ったアクセサリー使ってます。あ、そうです。それで、まあ、普通に会社員しながら。あ、会社員しながら？はい。やっていて、いいね、そう、それで最近やるようになって、で、なんか会社で結構悩むこととか多かったんですけど、なんかやりたい、そう、それで、自分のやりたいことをやりだす、うんうん、そっちに集中していきたいなと思って。ああ、そのアフリカの方が悪くないの、稼ぎは。あ、全然、もう始めたばっかりだから、全然。うん、だけど、貯金は一応あります。じゃあ、やっちゃいなよ。うん、やりたいんですけどね。でも、まあ、なんか、うん、怖い。子供いたりとかして。子供いくつ？子供は今、10歳。今、5年生。おー、じゃあ、ゲンと一緒に、うん。で、あ、そうです。旦那もいない、うん、旦那、一応、一応いるんですけど、うん、別居というか。ああ、別居な感じだね。そう、で、なんで、そう、自分で。あ、じゃあ自分でやんなきゃいけないわけね。え、金くれないの、旦那。うん、くれないっていうか、まあ、うん、くれ、うん、私も要求してないっていうか、無理っていうか、経済的に多分無理っていうか。あ、彼自身があんまり仕事はうまくいってないんだ。そうなんですよ。そうか。うん、そうそう、だから、まあ別にそこは自分で頑張ればいい。うん、うん、いいかなと思って。そしたらちょっとダブルワークのままがいいね。そうなんですよね。うん、うん、だけど、そう。え、アフリカ月いくらぐらいなの？ぼんやり。え、月はそんなないです、本当に。そうなんで、それだけに絞りたいの？それだけっていうか、まあ何個か、仕事は持ってたいなっていうのがあって。あ、じゃあ今のパターンでいいのね。今は現状は子供が手離れた時に、うん、もうちょっと比重を好きなことに、うん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 、向けたいなっていうのがあって。まあまああと5、6年だし。うん、そうですね。まあ高校に入ったらね、もうある程度、うん、うん、確かに。うん、じゃあ何が悩みなの？悩みは。ないじゃん。ナンパこれ。違う、なんか、違う、坂口恭平愛を伝えたいっていうこと。愛を。愛を伝えたい。これなんかもう。大丈夫そう。モテ期、右肩上がりモテ期恭平が。もう。で、あとなんでそんなに、なんだろう、可愛くいられるかっていう。可愛く、なんか。そうね。もう、乙女って言われまくってるんで。あ、そう。うん。なんか、やっぱ家の中でも、ね、ちょっとなんか、ピシャリピシャリしてたいぐらいです。そう。そうなんですね。そう。そう、なんか、こう、自分らしく、まあ、今のところ自分らしくいけてるんですけど、なんか、やっぱりこう。気がするけどね。
ただ、うん、ありえないぐらい悩むっていうのは重要なことだと俺は思ってるよ。ありえないぐらい悩んだ時期もありました。なんかその、うん、だからそのほらハイピアをどうやっていくのかをむっちゃ研究すればいいんよ、うん。その姿こそが綺麗になりそうじゃない？確かに。うん、いや、わかんないけど、俺はもう自分のそのことでもうなんか、だべ、半端なく向き合っちゃってるっていう感じだけどね。だからやっぱ勉強しなきゃいけないし、うんうん、その、やっぱ経験しなきゃいけないし、なんか、うんうんうん、どうしてそんな、その、いや、勉強できるのって言われる、子供たちに。ああ。やばいよね。やばいですよね。やっぱもうなんかもうどうしてそんなそのなんかもう吸収しようとするできるのみたいなね。なんかその俺の学びの視線結構やられてるっぽい。いや半端ねこいつみたいな。そうなんか誰だっけな前なんか誰かとラジオやってた時に坂口恭平さんが、うん、なんかあのなんだっけなすっごい調べ尽くしてなんかなんだっけなゼロ円ハウスの時に、うんうん、なんだっけな、なんか路上生活者がなんで生活できるのかっていうのを、うん、憲法をめちゃくちゃこう勉強して、あ、じゃあこうだからこうねみたいなことで、うん、なんかすごいラジオで喋ってたところ、時があって、うん、すっごい勉強してんなと思って自分のやりたいこと楽しいからね俺楽しくない勉強なんかできないからうん楽しいだから自分が何を楽しいと思うかってことにもうハイエナなのよ、うん、でそっちにさえ向かえばそこの負担はかからないからそこってもう風が通る道だからもう風の通る道だからもう疲れないのようんで俺疲れないことだけをやってんのよだってもうありえない仕事量みたいに見えてるでしょうん。でもそれって実は多分疲れないことだけやってるから。その武術的な技が多分、その、多分その技は結構上手なんだと思うよ。っていうかもうそれ鍛えてる。でもその鍛えてるんだけど、嫌な素振りしてるわけじゃないからね。うんうんうん。筋トレやってるわけじゃないし。調べて、あ、ちょっと調べたけどどうすればいいんだろうってなったときとかっていうのもないんですか？まあ、これどっちがいいかなみたいな、なんか。ああ、俺どっちがいいかなっていうのはまず人に絶対相談しないから。ああ。だって人分かんないんだもん。てか、だから人が分かんない状態のところまで興味を持つっていうのが大事で、そしたら聞きようがないからやるしかない。わかんないけど、そういうの。だ今だと温泉宿、うん、温泉宿、うんうんうん。どうしようかなって一人ずつ考えてて。うんうんうん、まあ、その30万円で買えちゃったし、物件。うん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 。だから、まあ、その、でももう、物がいいよ。まず、でもね、物を、いいものを見つけるのも、まあ、訓練の賜物なんだけど。うんうんうん、それ何回も失敗してるってことですよね。いや俺一回も失敗したことないのそうだなんかだけど人はそれを自己物件と呼んだりするのよ時々。ああ、はい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 、はい、でも俺がゼロセンターっていうその場所を初めにね熊本帰って作った時はそれどうやら自己物件だったらしいんよ、うん、だけどその町の真ん中で一軒家で庭がめっちゃあって、うんうん、3万円だったよね。うんうんうん。だからそれでほら俺が拾ったその捨て猫みたいな捨て人間がいたんだけど、うんうん、そいつをほらただで住まわせられるしさ、うん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 、その弟子たちが何人か最終的に3人住んだんだけどさそいつらが教えてくれたんだけど、うんうん、夜に幽霊が出ますけどこれでも俺の修行だと思ったんだってそいつらおもろすぎて。もうあいつらもうバカだから、京さんもこれ修行でとか言って、もう逃げ出さずにちゃんと言おうと思って、昼間はすごい幸せな空気なんだけど、京さんがいなくなった途端に寄ってくるらしくて、やばいね。やばい。そう。やばいっすね。だけど、もう俺にとってはすごいいい場所で、うんうん、でもそこって、俺を通すと、やっぱり一回風が通るんやろね。で、大家さんはそれを後に売るわけよ。うん、俺を追い出して。でも、そうなると、やばいんよ。
やばくなるんだ。またやばくなっちゃう。わかんないけど、俺を通してる間は、だって俺はさ、うん、なんかまあ、裏で何か考えてるみたいなのしないわけだから、うんうん、そういうのを建物すごい嫌がるんよ。建物ってなんか本当にまっすぐこう付き合うとさ、本当に最高の日当たりとかを見せてくれるのよ。日当たりがないところですら、こう気持ちいい木漏れ日がこう落ちてきたりするんだけど、うん、そうそう、うん、何の話してるか分かんないけど、まあ、だって俺練習としてやってないって感じ。その建物が好きで、その建物をなんかまだすごい、どこがいいとかもういつも言ってあげるの、建物お前のここがいいとか。そしたらもう喜んで建物をさ、なんか俺のアトリエとかも気持ちよさそうでしょ、うん、いや本当気持ちいい、良さそうだなと思って見てる。もう本当に気持ちよくて、別に俺しかもさ、85平米もあるけど家賃8万円も払ってないよ俺。そうなん、1枚2ヶ月分っていう、もうとんでもないことになってて、だからもう、だけどさ、別に大して、うん、ね、なんかこう、そういう感じ、それ付き合うの、家と。大事にしてあげるっていうか。で、うんうんうん、そんな場所でもいいのよ。別に大して普通のマンションだよ、俺の家。うんうんうん。だけど、なんか壁は真っ白がいいとか言うから、うん、親さんには怒られたけど、壁紙は全面きれいなツルツルの真っ白なやつに変えてあげてね。変えたんですね、あれ。変えてるの。怒られたよ、親さんに。怒るんだ。うん、勝手に変えないでって言って、いや、でも親さん、入ったら怒りますよって言って。それは、わ、うんうん、ーとか言って。で俺他の部屋も京平さんのデザインでやってもらいたいとか言われてて、だからすごい、だから建物がもう変わっちゃうわけ。建物京平頼んでみたいな、京平頼まない普通の工務店とか嫌だとか言って、うーん、でもすごい、でもあれそういう扱いするの、全部にも興味があることにもそういう風な付き合い方するのよ、なんていうかな、はいはい、全部全面的にそういうことするのよ、全面的に大事にする、うん、いや、それこそ死にたいって言っても、うん、まあ、みんなからさ、メンヘラのなんとかでとか言われてる人とかさ、なんか離婚されてただ一人ぼっちでどうせつまんないモラハラ男みたいな感じで言われてるわけじゃん。そういう人ですら、もう俺、じゃあ俺が嫁さんの代わりするから毎日家帰ってご飯作ったらそれを電話してとか言って。うんうん。で、ご飯つこういうの作ったとか写真送ってるの、わあ、すごいとか言って。超かっこいいとか言って。メンヘラしてるから。丁寧だから付き合い方。いや、本当そうですよね。そうそうそう、もうどんな人ですら、もううちではさ、一応 VIP のさ、うん、もう全部ほらその、うんうん、オーダーメイドが対応しちゃうから、うん、男の子でも好きになっちゃう。教授さん以上のちょっと嫁さん見つけられないですよとか言って、いや、ね、嬉しいとか、すごい嬉しいとか言って、いや、でも本当分かりますよ、なんか一時期なんかね、ひげ剃った時あるじゃないですか。ああ、女の子になっちゃった。いやいや、そんない方がいいです。あ、そんない方がいい。そうそう、うん、そう、剃ってみて、剃りたくなったら剃ったら、ふーちゃんがそんないでって言われて、なんか剃らない俺、あ、ひげ面の俺が好きなんだ、ふーちゃんと思って、かわいいと思って、じゃあ剃らないとか。いや、でもひげすごい似合ってる、似合ってるし、うん、なんか写真とかすごいかわいい、かわいいですよね、本当に坂口京平さん。まあ一応松江作事務所なんで。あ、元そう、元松江作事務所なんで1年間だけですけど。イケメンです。いや、イケメンなのか、まあ、なんか、わかんないけど、うん、ただね、いい顔は大事だから、いい顔でいる、うん、とは知りませんが、いい顔でいるっていうのは大事で、うん、はい。いい顔でいると、もう、面白いことしか起きないから、いや、うん、そこはなんかもう、あえて。なんか、いや、だけどさ、いい顔って嘘ついてできないから。うん、確かに。うん、だけど、わかんないけど、いい顔は、いい空間で生まれるんじゃないかなと思ってはいるよ。ああ。で、いい音楽聴くのも大事なの。だから気持ちいい音楽を聴いて、気持ちいい場所にいて、気持ちいい仲間といれば気持ちよくなるじゃん。うんうんうん。だから、本当それを言うと、もう俺自分のためにやってるからね、うん、命の電話とかも。それやってあげたさ、うん、その男の子とかがさ、一人ぼっちになったけど、一人ぼっちじゃないとか俺に言ったらやばいじゃん、もう。ねえ。え、そこまで感じてくれてんのみたいな。うん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 。やばいですよ、教授さんとか言って。うん。乙女ですよ、教授さんとか。知ってるんですか。で、その時、嬉しいじゃん。誰も見てないけど。うん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 、もう誰も見てないところにもう命かけるともう6、もう面白いことしか起きないから、うん、だからもうそれ知っててやってるわけ俺、もう、
見えない努力とかそういうことじゃないから、見えないところこそちゃんとそういうことすると、はいはいはい、もうその顔に出るから、うん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 、そういうの大事かもしれない結構、うん、割とそう。でもあの坂口恭平という人を知ってからは、でもあなたはできてるよ結構ちゃんと、うん、あ本当ですか、うん、できてるできてる。最近ようやくできるの、ね、女の子っぽいんだけどちょっとね男を勝りに言うのは振りするけど、そんなつもっていいんじゃないかなっていうぐらいかな。どういうこと。そうね、もうちょっとそのもうちょっと女性らしさをもうちょっと前面出していいような気がしてる。あ、そうですか。そう、私にこれできるみたいな、まあ多分その別居してるってのもあるから不正をこう上げなきゃいけないと思ってるけど、いや不正なんかいらないから、うん、もっとその女性を出した方がいいと思う。あでもなんかすごいとこついてて、うん、なんか私男の人になんかマウントされるのがすごい嫌なんですよね、会社とかでも。ああ、まあまあ、なんかそこがなんかくすぐられるんだよね。だから自分にとってなんかそれがそこをマウントされると嫌だって思ってるけど、でもなんか逆に言うとなんか、うん、そこはすごいですねって言えばいいのに。うん、あそう、なんかまだそこの、むしろ余裕の達人の技だよ。そこに行きたい。すごいとか言いながら。でもそこを何自慢してんのっていう目で見たらまずいから、うんうんうん、だからそこら辺なんよね。何せ無意識問題だから、意識はね、もう人に思いしか通じないから、うん、それはもう胎児の記憶ある私から言わせてもらいましょう、本当に。うんうん、全てどんな時でも見てるから、思いだけが通じるんや。どんなに両親が仲良いふりをしたとしても、仲が悪いの知っているから。うん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 、だから全部、全部すべての、その胎児がそうなんだから、すべての人にそうなんや、やっぱり。どんなところも見せかけてはダメだから、まあそこのマウント取られるときに、なんかピンってくるから、なんかあるんだろうね、何かがあるんだと思うけど。でもあなたのその女性性を隠そうとする態度ってことですか。いわゆるなんか女性像を出すことによって何かその何かがあったからそういうちょっと警戒してるんじゃないのかなと思うけど。なんだろう。でももうちょっと、もっとなんか、セクシー寄りじゃ、セクシー寄りの感じじゃなくて、もうちょっとプリティ寄りを出していいと思うんだよね、しかも。セクシー女性寄りって結局なんかね、男とつながるのよ。なんか男の真っ最の感じと。もうちょっとね、なんか赤ずきんちゃんみたいな感じ。マッチ売りの少女とか、ああいう系のキュートさを出していいんじゃないですか。ああ、わかりました。私のどこかに多分ある。自分の純粋さを磨いていくっていうのがいいと思います。いけると思います。俺一応ある程度の占い師的な態度も取れるんで、大丈夫。わかりました。俺は金取らないのに何事もできるんでね、楽ですよ。病院の先生もできるし、この前なんか病院の先生の妻にむっちゃ触りながら、もうこういう時はこうしてください、逆子になるんで旦那さんこうしてくださいってずっと言ってたもんね。マジですか。うちのミュージアムのお客さんだけど。私今度6月のあの晴れ豆行こうかなと思ってるんで、うん、その時にライブ、うん、代官山行く時あの、うん、お会いした時に何かなんかちょっと変わったかなっていうのを見てもらいたいなと思います。本ですか。いいです。キュート系で。キュート系でいきます。はい。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、まとめた。うん、はい。はい。大丈夫ですか。なんかボーイズバーみたいになってきてるけど。ちょっとボーイズバー。男性も入ってきていいですよ。男性も。全然。どうぞ。あ、こんにちは。あ、ジェイ君、はい。僕音楽を作ってるんですけど、はいはいはい、京平さんの継続とかいろいろ生活を見て、うん、最近継続して作って配信できるようになって、うん、うん、すごいじゃん。それで、なんだろう、あんまり人と関わることが苦手だったんですけど、そのジムの本を読んで、うん、なんか自分の中で営業みたいなことをするのがすごく苦手だったんですけど、うん、それをちょっとやってみようと思ってやってみて、うん、それで、同じようななんか感じの音楽作りたいなっていう子を見つけたんですね。うん、それで、でもなんかその子もなんとなくノリで一緒にコラボしようみたいなことを言っちゃった感じが自分にはちょっと感じられて、うん、なんかそしたらなんか自分が今度やる気が
コラボやる気がなくなっちゃった感じがしてて、なんか気持ちよく作れなくなるみたいな感じが。そういう時はペンディングするっていうのが大事だから。ちょっと今時じゃないって言えばいいんだよ、冗談で。ちょっとまだなんか時じゃないよねとか言って。あ、なるほど。また次その回り回った時にまた一緒にしようって言えばいいんじゃない。ただ時じゃないって言えばもう完璧な言い訳になるから。ああ、うん、でいいじゃん、そうやりたいと思うのを伝えとくのはさ。ああ、何でもそうじゃん。それはやりたいと思ったのはやっぱり最初のは本当だったんで。いやいや本当だよ。いや全てのことが本当だから、思ってること。あ、だけどそれはなんかこういろいろふわ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 こう魂みたいに移動してるから、今ちょっと違うんだから、違うって正直に言うことが大事なんや。あ、だけどそれ悪く言わなくていいじゃん、悪いように言わなくていいんだから。ああ、なるほど。うんうんうん、全然いいんじゃない。ふわ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 してればいい。そんなもん、なんでやりましょうやりましょうって俺なんでいつでも言うから、全部やりましょうって。うん、でも今日さこれでとか言ってまたその送ってくるん、なんかちょっとなんか今時じゃないなみたいな。ああ、そういう、うん、基本的にね、来年かなって言えばいいんだよ、全部来年かなって。なるほど。そう、来年に回すの全部。でもわかんないけど、まあ例えばさっきの宮台さんとかバッてやるぞって言われたら来年かなじゃないのかなみたいな。あ、うん、シャシャってシャシャ決まるときは決まるから、日程が決まったら。そうそう、糸井さんともなんか来年かなと思ってたら意外と早そうみたいな感じだよ。なるほど。うん、だそれに任せるの、みんな任せる。だからそれをなんか自分からお願いしますっていう感じにしなきゃいいんだよ、なんていうか。あ、うん、俺はこの日にやりたいんでとかで自分で俺日程全く決めないから。あ、決めるのは自分の仕事だけ。自分で一人でできることはバッパやれるから。でもそれはもっと言うとやりたくなければやらなきゃいいんだから。うん、うん、なんかまあそういう感じだから、まあまあまあいいんじゃない、伸ばしなさい、ペンディング。あ、わかりました。はい、ありがとうございます。それで結構恭平さんの生活とか、うん、その小宮さんの YouTube とか参考なの、すごく参考になって。面白いの、なんて自分はあの 10歳ぐらいからなんか自律神経失調症とかうつとかパニック障害があって、それでずっとまあなんていうか一人でやってきたんですけど、最近になってその恭平さんのなんかそういう病気との付き合い方と か、 なんか思考の抜け目とかを探すのがすごく参考になって、それをなんか真似じゃないけどなんとなく取り入れることで自分にもなんか動きが風が通るっていう感じがして参考になってます。うん、よかった、よかったです。じゃあそんな感じですか。まだね。うん、ありがとうございます。うん、まだね。はい、ということでねえ、こんなもんかな。あとはスピーカーで純子は来る？純子来ない。じゃあ、あと大丈夫かな？もうすぐお昼やろ。お昼じゃない、もうお昼過ぎてんの。ちょっと、多分、みんな寝たりしてご飯作ってないかもしれない。ちょっとご飯係行ってきますわ。そういうのもね、ご飯とかもね、なんか、よくパパもちゃんとやるね、みたいな言われてることが気持ちいいんだよね、ほんとに。やっぱそうっすか、みたいな。俺なんか、好きなんすよ、みんなが、みたいな。そんな風に言ってるとなんかいろいろ人増えたけど大丈夫？マダム？エムデム？テレビ局？あ、すみません。はいはい。うん。ありがとうございます。うん、金曜日にギャラリートラックスの方に、うん、あのお邪魔しまして。あ、来てくれた。ありがとう。はい、あの行けたのでちょっと急遽駆けつけたんですけど、うん、あの船の絵をあのパステルの、うんうん、絵を見て、なんかすごい来るものがあって、うん、おお、あれ完璧、マジで完全鬱の時だからね。ああ、あの青い方の船の絵が、うん、なんか
俺大好き。あ、そうなんですね。夢でなんか見たような。見てるよね、これね。いや、だから単純に俺は現実にこれを見てるの。うつの時に。ああ。そう。だから、俺は完全に起きて夢見てるんだと思う。それが俺のうつだもん。うん。なんか知ってるって感じた。俺、うん、俺好きだよね。しかもさ、こういうのがさ、売れないんだよ、素敵なことに。やっぱしっかり俺の家に戻ってくるようになってるのね。あ、そうなんですね。青い方もでも好きで、あと赤い。赤いあの夕焼けの方 あれがすごい赤い貝殻貝殻じゃなくてあの赤い夕焼けを丸い視界の中からこう、うん、はいはいあの船ね あれも同一よはいあれも見えてんだよ なあの絵がなんかこう目が離せなくてへえ嬉しいねあっちよりもであのちょっとそれ私がちょっと購入させていただいたやつなんですけど。あ、本当？はい。あの、ありがとうございます。なんかでもその悦子さんあのギャラリーの方にもお話ししたんですけど、うん、なんかすごい好きっていうよりはなんかこう胸が苦しくなる感じで。うん。でもなんかリアリティがある俺にはあるからね。なんか手元に置くのはちょっと怖いんですけど、なんかすごい大切な世界がそこに映ってる気がして。いや、あのね、持っときゃいいのよ。で、時が来るから、開いて。なるほど。俺、自分の絵なんかほとんど見ないよ。そうなんですか。本当に、全く見ない。あ、飾っても大丈夫なものしか飾ってないし。うん。うん。でもありがとうございます。そういう使い方してくださいよ。なんかその時に流れてたギャラリーであのかかってた音楽が、うん、その海についての CD をかけててくださったんですけど、うんうん、その CD の音源がすごくもう一度聴きたくてですね、うん、海についてあるけどねだいたいサウンドクラウドにアップされてんじゃないかなはいサウンドクラウドの方はちょっと聞いたんですけどなんかちょっと違うバージョンの曲もかかってたような気がして、あでも七尾旅人さんの声入りのあそれだけは入ってないからねあそれだけアップしてない俺それは再販の予定は CD の中にしか入れてないことにしてんだよ面白いでしょはいあれがすごくてなんかよかったでしょはいあれはもう七尾旅人の最高作品でしょ本当にいや本当何にもアップしてないからね本当はアップしてあげたいけど。あ、もうでも、じゃあ、特別な。なんかそんな感じがちょっとしてるから、そうしてる、見てる。俺はいつでもほら、全部公開するって言うんだけど、はい。その曲がなんか、それは公開するなって言ってるから。あ、そうなんだ。そうそうそう。丁寧に接してみてます。なるほど。じゃあ、ちょっとどうしてももう一度聞きたいと思ったら、どこかの。会場にやっあ もう一回あ今かけてあげようかえあ今このここでかけれるよ ありがとうございますそれは全然でこのでちょっと待ってねありがとうございます。聞こえる？これ。はい。どこどこ行くの
これね。はい。ああ。あとでさ、アップできるかな？ちょっと待って。俺のパソコンのデータをアップして、ツイッターにアップすれば、ギガファイルかなんかにアップしとけば、みんなでダウンロードできんじゃないの？え、いいんですか？え、そんな。別にそういう感じで、ちょっとデータチェックしようか。これはだから、俺が録音した音源をただタビト君に送っただけなの。あ、じゃあ。そしてタビト君がそれに歌を追いつけて即興でやって送ってくれたの。やばいっしょ。もうすごく刺さって。まあね、確かにこれなんかすごかったもんね。詞もすごいのよ。そう、詞がすごいです。これはすごいんだよ、ほんと。あの絵と、その絵を見ながらその音楽がかかってて。ねえ、いいかも。なんか、はい、ちょっと。はい、息が止まりました。あ、そうか。絵を買ってくれたから、この CD を送ってあげるよ。俺のところに、いい、全然。データじゃなくて CD を送ってあげるよ。ありがとう、もうちょっと多分残ってるはずだから。あ、ちょっと待って、この海についてのデータ10分があるかな。ちょっと待ってね。はい。海についてデータ。これじゃないよ。現れながら生き延びて。なんだっけ。ミュージックなんだっけ。ミュージックフォーザシーだっけ。あ、はい。サウンドクラウドの方にはそういうタイトルで、はい、曲が。Music for the Sea のデータないの。ないな。タビタ君からもらったデータがあるかな。確かに、俺がこっちで聞けないのも問題だな、俺。
CD でしか聞いてないから。なるほど。うん。CD あげよう。俺にじゃあ、あれしといて。CD、ショートメール、携帯番号に。あ、わかりました。うん、住所。はい、はい、住所。はい、わかりました。お送りします。特別プレゼントしましょう。ありがとうございます。嬉しい。リスナープレゼントしましょう。まあ、みんな欲しいの言ってください。時々気が向いたら気前はいいんであげるかもしれませんよ。わあ。本当はポストカード20枚セットっていう完璧なやつなんだけど、あ、それそのセットまでは ないかもしれないから、はい、それでも CD を送ってあげるよ。ああ、もう十分です。家宝にします。あざーす。ありがとうございます。なんかその歌とその絵とでなんかその今度あの熊野に行くんですけど、なんか、うん、熊野も海の民の歴史がある場所で、うん、なんかあの布堕落渡海船の有名な場所でもあるらしいんですけど、うん、なんかその布堕落渡海っていうのは、うん、その船に一人でなんかその外に出られないように自分の意思でその中にこもって、うん、その民衆の祈りのためにその命を捧げるっていう。ああ、はいはい。人柱みたいな。あ、そうです。そういう文化がある場所らしいんですけど、うん、なんかそういうイメージとなんか重なっちゃって私の中で。ああ、確かに俺が鬱の時に見る夢っていつも絵画、つまりオールがないわけね、漕ぐやつがなくて、船の上に、一人でどこか遠くからその勝手にその船に乗せられて起きたところがそこっていうシーンばっかり出てくるの。俺これ調べるわ、マジでこんなことあるんだ、布堕落とか。確かに俺そうやって、俺調子良さそうじゃん。いや、お前らがね、幸せになるなら俺不堕落とかしていいよって言いそうだもんね。うん、言っちゃいそうな気がした。なんか私はそれを見てる側の視界っていうか、なんか止めたいのになんか何もできないっていう、なんか苦しい感じが。ごめんなさい、なんか。でもね、すごいよ。俺ってそうやって行くじゃん。まあそれって俺が母ちゃんに言ったことと近いじゃん。うん。つまり俺、堕胎をすると君が死ぬから、俺がその子宮の中で不堕落とかするからほっとけと、17日間、20日過ぎれば死ぬだろうっていう。で俺17日間で母ちゃんがビビって俺を呼び寄せてしまって生まれてるわけ俺。いや本当に帰ってきてくれてありがとうございます。だけど俺の場合ってそれで死んだことがない。どんなところでもこれ流れて、船に流れて、何かしらそのとんでもない巨大な魚に出会ったりとか、でもう乗ってけとか、なんか島に流れて、これ全部鬱の時のイメージでね。鬱の時って俺全部そうやって不堕落とかしてるわけ。でどこかに流れ着くんや。でどっかに、で結局それ流れ着かないってのは自殺するってことない、俺の中で。で流れ着く、絶対流れ着くって知っとるんや。いや、海は一つだから全部繋がってるのよって、なんか俺ちっちゃい時に言われてるのよ、なんか。でそのイメージがすっごい強くて、その海は全部繋がってるっていうのを知って、なんかその船と俺が一体化して、船もなんかに認証があるような感じなの。船も意識があって、でそこになぜかネズミが一匹だけいるのよ。俺が起きたらネズミがいて、で俺はそのネズミと喋り始める。そのネズミのことを船ネズミって呼んでんだけど、でその船ネズミの物語もずっと書き続けてんだけど何にも終わんないわけ。へえ。だけどもうだから俺の場合って本40冊出してるけど、俺全然出してない本がずっと続いてるわけよ、俺の中では。いつ出すのみたいな。あの現実宿り、まあそうね、現実宿りとかはその多分一部だと思う。一部なんですね。現実宿りっていうのはどっちかというと大陸の話なんよ。いわゆるなんか俺が流れ着いた先の方の話って感じかな。へえ。そう、俺はそうだね、なんかいやすごい
なんかね、いろいろ面白いんだから、文字はすぐに死ぬ、だから僕はそいつらをじっと見てはさっと書き取る、それが僕の仕事だ、でもこの仕事は誰にも見えやしない、それどころか今では僕はもう死んだやつってことになってる、誰も僕のことなんか気にしないし、息を吹きかけてもみんな空を見上げてばかりだ、すぐ隣にいるというのに誰も気づいてくれない、でもまあそれでいい、河内はそうやって街ごとおかしくなってしまった、僕は今も息をしているんだと思う、退屈だと言ってたばあちゃんに見せてやりたいよ、これからこの街で起こることを知ったらばあちゃんだってすぐに墓から飛び上がって出てくるだろう、頬骨が飛び出てようが気にしない、誰も自分の骨なんか気にしない、骨を探してた奴らも自分の骨に関してはどうでもいいと思ってるんだ、僕はそういうのをじっと見てきたから分かってるよ、時間が随分経った、空は変わらないし風も変わらない、不思議なもんで今も僕は懐かしいっていう感情すらなくて、ただ清々しいだけなんだ、終わったこともあればまだ生まれてないこともある、それでも僕がこの場所にいたことは確かだし、これから僕が話そうとしている物語が一体何だってことは僕にもまだわからないんだ、わかるはずもない、それがこの場所にまだ足を留めている理由だと思う、そんなわけでここに生きてる、息もしてる、誰も気づかないだろうけど僕はここで書いてるんだ、文字にならない文字、文字になっても崩れていくから僕は口にするのも待たずに体の中、血の中に流れている文字を一つ一つ箸でつまんでしぶきを拭き取ると大事にしまい込んだ文章、多分これ流れてるよ、男の子のね話なんや、あいろいろ面白いなんかいやすごい本当、だから多分ね、俺の本当の物語はそういうとこない、だけどもうこういうところではまたほら、まあ、それこそ生き延びるためのジムだと全然違うわけじゃんね。そうですね、もう。でも俺の多分根本はあの船乗ってる。はあ。そうなの、うん。それは、一人はね、ワニっていう名前なんだけど。ワニ。海水をチャプチャプチャプすると、濡れた石に当たる太陽の光、ワニは感じていることのほとんどを誰にも伝えることができなかった。言葉はその一部に過ぎなかった。人間たちは生き物のことをすっかり忘れてしまっていた。ワニを見てもただ体を震わせているようにしか感じられなかった。それが踊りであるとは誰も気づいていなかった。ワニは痙攣しているわけではなかった。それが彼の言葉だったのだ。死に滅裂なことがワニの中でいつも起きていて、ワニは目が覚ましても戻ってくるまでに時間がかかった。夢の中にいたわけじゃない。ワニは夢を見たことがなかった。現実と夢の境目がない。どれも一つの風景に見えた。水中にいようがそれは同じことで、何度も魚に食われ、魚になり、魚に食われ、また別の魚になり、別の魚の栄養になり、ワニはその度に叫んだり、喜んだりした。感情はそれぞれの生き物から発生していて、それがワニを作り上げていた。ワニは何にも感じることがない。どんな高波が襲ってきても、飲み込まれたとしても、ただ魚に戻るだけだ。ワニはいつも無事だった。気づくと船に乗ることが仕事になっていた。ワニは何度も亡霊になり、空想上の生き物になった。ワニは人間である前に船の上で飛び交う空気みたいなものだ。ワニは存在がまだ知られていない未知のものだ。っていう。それが終わる。いろいろ全部に説明があるのよ。まだ出版そういうのはされてない。全くされてない。もうされない、すごい気になる。面白いんだよね。いやもうそれがなんか。何だっていいの。どんな人格だっているから本当。ここにあるものは全てどっかにあったもんだ。そりゃそうだよ。どっかでしっかりと役目を果たしてた。そこでもおいらがここに来たら一度忘れられる。そうやってどっかにいた記憶を全部剥奪されちゃうわけよ。誰がそこで何やってるか分かんない。それでもそうだ。そうと決まってるものだろうと人間だろうと関係ねえ。虫も動物だってそうだ。ここにはそうやって一度どこかに置いてこられてしまったやつらがもう一度方法や役目を見つける場所だ。これはもちろん俺の考え。他のやつらはまた違う考えがあるんだろう。別に決まってることは何もない。それでも決めるのはいつも俺だった。俺はどうやってここにたどり着いたか、それは知らないのに口からスラスラと何か出てくるのは全部聞いた話からだ、話だからだ。俺はここで生まれたわけじゃない。親の顔も知らないし、何人か今でも頭に浮かぶ顔はあるよ。でもそいつらが誰なのか、ドイツが親でドイツが親じゃないのか、どれもこれも混じり合ってて見分けがつかない。そうでもいい。そうやって俺は育ってきたんだから。俺も同じようにどっかで役目を果たしてたんだろう。でも今はそうじゃない。俺は何か箱に入ってた。月が見えたからただ黙ってじっと見てた。悲しくもない、寂しくもない。泣きたくもなかった。ただ黙って見てる。その情景が目に浮かぶ。夜だった。寒くもない。俺は毛布にくるまってた。箱の中だ。そうやって何度も俺は確認しようとしてる。箱の中で。
始まりがどうだったか分からないまま生きるしかないのは分かるが、始まりはどうやっても自分の手じゃ作り出せん。始まりは毛布にくるまってた箱の中で、そうやって何度も俺は確認しようとしている。始まりがどうだったか分からないまま生きるしかないのは分かるが、始まりはどうやっても自分の手じゃ作り出せない。始まりはいつも自然とそこにある、毎日運ばれてくるものと一緒だ。俺は同じように箱の中で生きてた。朝起きるとまずは水場に向かう。ここには水道なんてものは通ってない。海水じゃ塩辛くて飲めないし、飲むのはいつも雨水だった。箱の中で運ばれてんじゃんこいつ、やばいな。なんかじゃあやっぱりそうだ。うわこいつ運ばれながら、やばいね。箱の中で一歩も出てないのに海の上にいるんだから、なんか妄想してんのかな。面白いね。見えるんだ。わかる。俺はね、わかんないのに書いてんのこれ。一人はかすねと女だ。この女はここで生まれた珍しい人間で、そんなやつほとんどいない。箱の中だから大抵は生まれてもめんどくさいって捨てられちまうか降ろされちゃう。子供ってのはここじゃ全く必要じゃないから、俺だってそうやって捨てられたやつの一人だ。死ぬよりマシだ。どんな状態だろうと分かった。ふだらく、これ子供だぜ。これ飛ばされてんの。うわー、なるほど、面白いかも。このふだらくとかい子供がちょっとイメージ出てくる。やっぱ面白い。やっぱすごいな。俺はやっぱ本当に鬱の時の俺って本当にすごいと思う。やばいね。本当にいつももうどこに行ってるか分かんなくて、もう胎児なんよ多分。だからもう歩けないし、誰にも会えないし、子供にも会えないし、うん、一人でこもって全部閉めるんだから、このカーテンも何もない俺のアトリエで。でもその声を拾ってるんですね。いやこれ全部拾ってるからね。いやーこれ不思議でしょうがないよ。捨てられた赤ん坊たちが集められる場所があって、集会所と呼ばれてるんだって。集会所にいるのがランさん。ランさんは俺も頭が上がらない。ランさん良さそうだね。ランさんどこで生まれたのかは知らない。あの人の話は聞いたことない。自分の話は全然しない。いつもニコニコして話を聞いてばかり。ランさんの声だって俺はよく覚えてない。ランさんはガタイのいいばあさんだ。ばあさんなんて言っちゃいけない。俺はこの人だけは逆らえないんだ。この人が何か物を食べてる姿を見たことがない。いつも料理してる姿は目に浮かぶが、作ったものは大抵周りのみんなにあげてる。全部あげちゃう。懐かしいランさん。知らないけどね。すごいよね。ランさんって誰だ。集会所にはでかい厨房があり、ランさん一人やり始めてて、それまでは俺もよくわからないばあさんだと思ってたよ。いつも黙ったまま笑ってて、何が面白いのかわかんないし、俺もその時は随分腐ってた。一人で生きるのも大変なのに、ランさんの周りには子供しかも赤ん坊までいて、そいつらが泣きわめている。子供の声聞くだけで俺の頭はかち割れそうで、歩けるようになると子供はみんなランさんの手伝いを始める。俺はぼーっとしてるふりをしながら見てた。ランさんの寝床を拡大しようとして土台を作り始めた。ランさんは相談もせずに何でも一人で始める。赤ん坊は泣きやむき、すぐに仕事は中断。そのうち一番年上の子供がリーダーになって立てるのを手伝い始めた。そいつがズズってやつだ。ズズは男で、ズズはランさんの話を聞いては彼女が考えてるイメージを元にいつも図面に描いた。立てるって時になって俺まで手伝わされることになった。ズズ。面白いでしょ。何人かいるんですね。うん、これはサクランっていう短編なんだけど、もうね、全部そういうのが混ざってんの、俺のその物語で。全部が繋がってんだけど。うん。面白い。なんかでも、見えたんです。見えるよね。だから見えたから見えたもの書いてるだけだから、その意味が何あるんですかって言われて、いつもさ、意味はないけど、見えたものですって言ってんのよ、本当に。なんかでも、その絵を前にして感じたので、うん、なんか繋がって、てるんですね、きっと。みんながみんなの内側は本当にそれはそう。本当俺の絵には嘘だけはない。いいか悪いか分からんが嘘はない。俺の絵にも文章にも多分人間存在者にもういいか悪いか知らんが嘘はないのよ、やっぱり。だから嘘つくと俺と出会うと俺が多分鬼みたいに見えんだって。おそういう感じになるみたい。はい、ちょっとい, やいやありがとうございました。いや、いろいろ思い出した。やっぱりこれ河内ない。これが河内っていうとんでもない長い小説なんだけど。読みたいです。誰かね、出してくれたらいいけど、誰も出さないから。あ、そっか、出版社が。いやいや、あなたにデータ全部送ってあげるよ。
いいんだよ、それでいいじゃん、お前が読めばさ。はい、読みたいです。あげるあげる。俺に送って、ショートメール。今すぐ送ってあげる。あ、はい。いいじゃん、別に本にする必要ない、必要な人にあげるだけ俺は。何にもいらない。なんか琵琶法師みたいですね、現代の坂口さん。いや、とは言いつつね、そういえば思い出した。これ読めるんだよ、全員。河内ってノートにアップしたんじゃないか、俺。あ、そうなんだ。多分、ノートにアップしてたと思うんだけど、ちょっと坂口恭平で調べようか。あ、消したかな、俺。うわ、消してんだ。面白いね。何を、いつも不思議なんだよな、動きが。消してるのかも。あ、じゃあ送れて、一人一人に送れってことみたい。送ってあげろ。これ、2018年11月29日直感来訪の原稿なのよ。おお。だからもう6年近く経ってるでしょ。はい。いいの、でもこういうのがあって、こういうのが好きなの俺。そうそう。俺のなんか、あれは、なんていうのかな。あ、今日のオンラインショップは今日の17時に一旦終了しようと思います。34点も売れました、だって。すごすぎます。トラックスね、よかった。でもよかったでしょ、展示場所ね。すごいよかったです。いや、結構新しいと思ってて、俺も。今までは、ファーステルはファーステルで、水彩は水彩で並べ替えてたよね。なんていうか、分けて。かつ、パステルのもう、抽象と具象を全部、真横で置くなんか置けなかった、あんまり。でも今回も全部何も関係なくなっちゃってたし、あの、大きいキャンバスのアクリルの方はもう全部、ほぼもう、明定して描いてるから、うつで。何を描こうっていう意識がもう全くないよ。すごい良かったです、あれ、アクリルの方。でもね、今見たらなんか春のかぬるい風に当たるとなんか、普通なんかね、穏やかな、穏やかな少年の心みたいになってたもんね。あ、でも、酩酊感も伝わってきました。何にも考えない。その自然光の入り方がすごく良かったです。ねえ。はい。本当、弦が。いやもうお前、うつでも稼げるようになったなって言われて。先輩、あれだなって。君たちが俺を差別しないからですよ。すごい絵をいっぱい見せていただいて、本当にありがとうございました。いや、もう本当、素人なんですけど、ありがとうございます、本当に。いやいや。ジラは素人で幸せですよ。いや、だけど、丸ごと。何から来るだけど、何かやっぱり、俺の場合は画家でもないからね、結局、作家でもないし、音楽家でもない、やっぱり。箱に詰め込まれて、船に飛ばされたやつだよ。でも本質的なの。なぜ、そう、天の羽衣を羽織って上から降りてきたのかっていう物語なんだと思う。うん、あいつは死んだやつじゃんっていう。俺、いつもそういう感じだよね。あいつ、手挙げて死んでくれたから、やったやったってみんな言ってたはずなのに、絶対出れないはずなのに、みたいな。デビッド・カッパーフィールド、恭平どうしたみたいな。なんであいつが今、山の天井に光が、雲間から差し込んだ光が当たってんだとか言って。いや、あの石山見てみーとか言って。あれ、恭平さんじゃねえかとか言って。はそういうイメージはずっとあるよ。だから、なんちゅうか、うん、俺、バカにされた人ってやっぱなんか興奮するんだよね。ありがとう、みたいな。ああ。やっぱバカにされたり、見くびられたり、なんかほっとかれたり、見捨てられたりすると安心するっていうか。まあ、もうそこがもう俺のベースだからね。どうせ戻ってきますけどね、みたいな。そう、なんか行って帰ってき。そう、行って帰ってくんだよね。それが、あの感じ、まあ確かにそれはなんか、そんなことを今イメージしたこと人生で一度もなかったかもだけど、確かにこのイメージはありがとう、君に。もう、君にもう本当にギャランティーとしてポストカード付きの方をあげるよ。いや、もうでも本当に私もこのお話で、なんかもうお腹いっぱいで本当にありがとうございます。みんなやっぱ持ってるね、さすがうちのリスナーは。全員がもうサッカーだと思ってるんで。ありがとうございます。みんないろいろ気使わずに、あの、じゃあ俺に声かけてくださいね。熊野で、じゃあちょっと供養に行ってきますので、今度、巡礼してきます。いや、俺死んでないけどね。あ、そう。そう、死んでない。はい、今生きてる。はい。そうな、俺多分死なないと思うよ。
250年ぐらい生きる多分。げんちゃん的にはなんか200歳までは確認できたらしいから。あ、そうなんですね。あ、じゃあはい、楽しみに。うん、言ってきて。ちょっとその研究結果また教えて。ちょっと面白いよそれ。あ、感じたこと。不堕落、不堕落都会ね、やばいね俺。そ、これむっちゃ記憶あるよ、この不堕落都会。あ、そう、いや、じゃあやっぱりそうなのかも。はい、うん、じゃあそれだけをお伝えしたかった。あ、じゃあ、ありがとうございます。じゃあ、うん、メールします。はい、あ、じゃあ、はい、ありがとうございました。だね。はい、失礼します。はい。ということで、何かありますか？あ、雨屋さんいる。雨屋さん。お久しぶりです。さて、そろそろじゃあ、終わりますか。お昼ご飯つって食べないと。いますか？誰か出てくる？てるゆき出ます？てるゆき、今日。一番バッター。もしも。はいはい。今日一番バッターでしょ、あなた。あ、本当ですか。うん、あ、先月か、みかんを送ったものです。あ、ありがとう。むっちゃうまかった。あ、本当ですか。よくなくて。よかったです。ありがとうございます。キウイもね、くれたし。もう、あ、覚えてますか。ありがとうございます。季節のフルーツをいつもお世話になります。うん、あ、じゃあ、いつも、うちはいいな、季節のフルーツが送られてくるからって言ってくれてるんで、もう、テレビ。あ、本当ですか。あ、まあ、まあ、確かに。いや、そんな喜んでくれてありがとうございます。あの、恭平さん、一つ聞きたいことがあって、うん。なんですかね、恭平さんみたいに結構好きなことを やってる人、僕の周りもやっぱ増えてきたんですけど、うん。なんか自分だけなんかそういうのが見つからずに、なんか、迷ってるんですけど、そういう時ってどうすればいいんですか？いや、いつか見つかるから焦らずいいよ。テルユキ、焦らないでよ。焦らないで。テルユキ子供は、テルユキの中にいるその、まあ、後ろ赤者がいるとするじゃん。はいはい。テルユキ子供ね、もう、固い殻の中にこもってるから、時間かかるんよ。時間がかかるんですか？かかる。だからそこ優しくしてあげて。なんかそれをほら、人と比べて羨んだりしないであげて。いや、なんか、テレイキ丸がちょっと落ち込むじゃん。なんかそういう、みかんと、みかん送った、そのみかん取ってる友達もやっぱり、自分で好き勝手にみかんだけやっぱ作ったりとかして、してるの見ると、やっぱり、なんていうんですかね、羨ましく感じるんですよね、その牛赤丸が。羨まないでほしいな。ていうか、ごめん、全然違う話していい？今のさ、さっきの不堕落都会なんだけど、はい、玉名県、あ、熊本県玉名市って、そのうちの河内の近くがあるんだけど、あ、僕も熊本なんで、その玉名市のね、そのなんか、はい、茂るの根っこに木の神社っていう裏の稲荷の社の中に不堕落都会の碑があるんだって。やばくないこれ。やばいっすねそれ。何これ。これはなんかおかしい、なんかすごいぞこれ。なんだこれ、一体何だ。どのあたりなんですか。わかんない。玉名市の茂るに、谷茂の茂に根っこに木って書いて。何ここ、どういうとこなの、なんていう場所なの。これは961年、木の高村が王の別府の総鎮守として京都岩清水八幡宮から誕生したと伝えられている二層像の王閣は、江戸時代初期に建造されたもの。961年、何なんだこれ。でもこの碑は、ああ、神剣まで奉納されてるんだってよ。あ、これ何ここ、この不堕落都会供養塔つけたり石塔群とかのですか。すごいね、なんかすごい、今なんか喋り方がやばかったね。なんで、いや、なんか、いや、今調べたらそういうのが出てきたから。これはどこだ、玉名駅の近くなんだ。行きたいね、テレビ行ってみる、一緒に行きたいです。テレビ、ない、熊本在住なの。いや、福岡です。あ、福岡なんだ。
はい。生まれがウトで。あ、生まれはウトで。はい。てるに熊本来たら一緒に行こうよ、この、フダラク都会市、みんな。あ、ほんとですか、一緒に行ってくれ。いや、全然、一緒に、京平さんだったら行ってみたいです。いや、俺多分ね、一人で行くと、もう、えらいもんもらうんよ。俺、だから神社って基本的に行かないんよ。ああ。神社って俺にとって全く不要なものだから。はいはいはい。だから、誰かもらってくれる人を連れて行かないと行かないよ、俺。てるゆきに、てるゆきにぶっ込むわ。いや、そう、全然。そうでしょ。今度。てるゆき大丈夫か、てるゆき。てるゆき丸だから。ありがとう。もら、変にもらわないから大丈夫。じゃあ、一緒に行くときは電話していいんですか？うん、電話して。今から、だって俺はもう多分誰よりも暇だから、俺は。いつでも。あ、ほんとっすか。うん。いや、昔絵も買ったし。嘘。はい。ありがとう。何の絵なの？あの、船の絵？ほう、また？うん。何の船の絵？湯島の船の絵？はあ、うん、嘘、ありがとうございます。船もなんとか、俺だって、何の船の経験もないのよ。で、一回も船をしたことない。俺、8時間漁師に入れてさ、10時間以上で入れてたけど、何にも感じなかったわけ。へえ。だから、何なんだろうなと思って。本当に酔ってなかったですよね。本当に。あの、はい、で動画でも分かったでしょ？はいはい。動画全部見てる。感じないわけ。はい。だからなんか船の上で育ったんじゃないかな。うん。働くとか言って。うわ俺意味分かった。妊娠したまま、ふだらくとかに乗せられた生まれた子供の可能性もあるな、これ。やばいね。やばくない？船の上で生まれちゃって。それが普通だと思って箱の中に母ちゃんと一緒にいたやつみたいな。じゃあ、京平さんのお母さんが船に乗ってた可能性もあるんですか？ああ、かもしんない。俺生まれた瞬間に嵐が、すべての嵐が止んだらしいのよ。で、その母ちゃんの言い方が面白くてさ、母ちゃんってそういうほら、もうなんか、迷信めいたこと大嫌いな人だから、そんなこと一切言わないんだけど、はい。そう、なんか、もう、龍が静まったかのように、その、俺が生まれた瞬間に嵐が止まって、はい。桜の花びらが全く散ってなかったらしくて、やばい。それやばいですね。うちの母ちゃんの言い方がおもろすぎると思って。どういうその神がかり的なことなんか一言も言わない人なのよ。あ、それが言ったんですね、一回だけ。もうその人が言うからさ、本当じゃん、多分。したら、筆算分けの、もうおじいさんかと思うような俺が生まれてきたんだって。せんとかへえ。面白い。あ、京平さん、そういえば、あれも行きましたよ。松橋のあの、温泉。あ、ほんと？あれとは、なんだっけ、温泉って。あの、マッサージもしましたよ。あ、高山？高山、そうです、そうです。嘘。いや、高山すげえ良かったでしょ？あ、すげえ良かったです。で、なんか。あれ、ほんと、なんか、あそこちょっとやばいんよ。あそこのマッサージの人、やばいっすね。いや、良かったでしょ？マッサージ。あ、なんか、いや、なんか、その、作家の京平さんに、ちょっと、ことで、ツイッターで知ってって言ったら、もうそういうのどうでもいいとか言って。嫌がってたから。もうなんか、なんかこっちが来たやとか言って、むっちゃこう迷惑さん来てて。でも、ま、めっちゃ全然違いますね。うん。なんか、なんか30分ぐらいしかしてなかったのに、1時間ぐらいしてくれましたもん。そうでしょ。だから、でなんか全部少な、もう全部プラス30分から1時間ぐらいやってくれるの、ね、で、追加にお金でって言ったら、いや、もうそんなの受け取らんとか言って。どうでしょ。あれはやばかったです。よかったよかった。ありがとうございます。いえ、こちら、みかんありがとう。あ、なんか、今度 CD、僕もいただきたいなと思うんですけど。ダメですか、ついでに。数が限られるか、うちに来て、あの、はい、焼いてあげるよ。あ、本当ですか。うんうん。じゃあ、たまなうちのアトリエに入ったらいいんじゃない。ああ、ありがとうございます。アトリエ、会いたい。はいはい。じゃあ、なんか、はい、あの、絵を買ってる友達と一緒に来ていいですか、別に。あ、もちろんもちろんもちろん。一緒に。うち見ててよ、アトリエ。はい。コーヒー入れてあげるよ。俺が作ったやつとかで。はい、じゃあその時に。じゃあまた電話させていただきます。はい、ありがとうございます。はい、はい、こちらありがとうございます。はい。はい、じゃあ牛若丸も大事にしますんで。そうよ。はい。割れるまで。はい。ありがとうございます。はい。失礼します。はい。
皆さんお疲れ様でした。そろそろふーちゃんが帰ってきなさい的な感じなので、炊き込みご飯作ってくれてました。それでちょっと待ってね、編集、それでなんだっけ、あ、今来たメール、メール来たこの子には、なんかスピーカー、あ、これマダムね、マダムに送るよ。これだ、多分これでいけると思う。これをあげる。よいしょ、多分これ届いたかな、チェックしておいて。それでこれね、CD、CD は送るの忘れてたら怒って。はい。よいしょ。これで。あら、メール届かないこれ。あ、Gmail の方に送った方がいいか。OK。Gmail の方に送ります。それで、じゃあ Gmail。それで、ここに、これを。はい。はい、OK。あ、ごめんね。だいぶそっけなく、何の件名も、名前も何も書く送りました。ダイエットしてるので、もうちょっと痩せたらマッサージ依頼したいです。もう勘弁してください、もう俺を。もうみんなが。みんな俺を、俺今ようやく性愛を克服したんだから、もう俺を困らせないでください。ジメル送ったよ、今。宮古。よし。もちろんそれでいきましょう。それでいきましょう。OK。今日ね、ほんと山梨トラックス最終日なんで、皆さん行けたら行ってください。で、オンラインも最終日なんで、まあ、買えたら買ってください。もう買わなくていいです。もう、ぶっちゃけ。もう、ご満足しました、俺も。あとは誰かいます？シループ。シループどう？はい、こんにちは。お邪魔します。聞こえますか？喋る。はい。シループ。もしもし、聞こえますか？恥ずかしい。シループ。はい。なんか声が。今日はこの後絵も描きますかね。今日は描いとこうかな。シループ聞こえてる？あ、シループいなくなった。じゃあ、あと大丈夫？純子は大丈夫？あ、もしもし。はい、すいません、シループです。あ、シループ、はいはい、シループでした。すいません、マイクがさっき機能しなかったみたいな。あ、はいはい。あと、何度かお電話したり、うんうん、電話したの？電話させてもらったり、ありがとうございます。ジャンク堂の時にたまたま伯爵でお見かけしましたってサインしてもらってる時の、ああ、なんかね、はい、ものです。こんにちは、うん、はい、こんにちは。前もお話ししたんですけど、やっぱりの頭の中のから出られなくって、うん、頭の中から出られない出なきゃいけないの、それ。出ないです。そんな人いないから出なくて、うん、なんか生活がすごい止まってしまってるんですけど。いいよ、止めるの。就活なんかしたくないんでしょ。うん、まあ一応なんか作ったりはしてたんですけど。何を作ったの？絵を描いたりとか。あ、それの方が大事じゃん。うん、で、この間お電話した時に、あなたできるからって言ってくださってて、それを信じて大事に持ってはいるんですけど、うん、だから生き延びるためのジムを読もうと思って、うん、
持ってるんですけど、ちょっとなんていうのかな、症状で今文字を集中して読めなくて、漫画なら読めると思って開いたんだけど、なんかでも集中できなくて、なんか読みたいのに読めなくて、なんかなのでどうしようと思って、ちょっとまた迷子になってしまって、そう、大丈夫だよ、なんかそっち側に行かない方がいいよ、もうちょっと、もうちょっと適当にやんなさい適当に、そういう、だからその就職活動とかは適当によ、その絵を描くことには適当にならない方がいい、なんか絵はもういっぱい描いたのがあるのに全然大して売ったことはなくていいじゃん、手放したくない、どうしたらいいのかなってずっと迷って、どうしたいんだよ、どうしたいの、どうしたいのしかないから、やっぱ作る方で何かしらできたらいいなとは思うんですけど、そのままでいいんじゃないんだ、このそのままやってみない、あとはもうちょっと人と関わったり外にたくさん行ったりとかしたい、いいよそんなことしなくてやめなさい、なんか無理ばっかりやって、なんか無理ばっかりしてるかも、やめやめ、自分がやりたいようにやらないと、はい、俺就職活動あたりぐらいその時なんか誰とも関わりなかったような気がするな、あ、そうなんですか、だってみんなは就職したいんでしょ、うんうん、俺はそういうのじゃなかったから、俺は自分で やろうとしてたから、もう決意されていた感じ、いや決意っていうか俺は逆で就職活動とかできると思えなかったから一回もやったことないだけで、だからできないと思ってたから、俺にはできないからでやらなかっただけ、うんうん、なるほど、うん、そう、なんか自分のわかんないけどいつも俺自分の自伝を書くイメージがあるのよ、なんかわかんないけど強兵物語みたいなイメージで、なんかそこでエントリーシート書くかなと思って見たら、でその自分のその物語見るんだけど一回も書いてない、書けませんでしたって書いてあって、あ、じゃあ書けないっていいんだと思って、で俺はそうやってなんか確認する自分、そう、メイだ、嫌だことをしてないってことですね、好きなことね、物語に従ってるって感じか、自分が好きか嫌いかってことにそんなに集中してないかも、ちょっと違うなと思っててもイメージが明確だったらやるか、なるほど、感覚を掴んで動く感じ、そう、命の電話が繋がらないらしいことにそのなんかこう腹渡りに繰り返ったその強兵は電話番号を公開し TBS の CM に流すという暴挙に出たみたいな物語、だから俺ちゃんと TBS の CM も流して、うん、どこで流せますかって言って深夜2時なら流せるって言われて、ただで流した、しかも全国あの関東版だったけど、そういうのとか全部そっちに従うって感じ、物語的にそういう感じ、自分の物語イメージね、はい、てかイメージするっていうかそこにあるから、その書物を開くだけのイメージにできるかできないかゲーム、うん、なるほど、あるのは分かりますあるでしょ、だから伯爵であったわけでしょ私たち2人で、うん、そうそう、そういう感じで俺は気づいてたけど、そのいるのも、何がですか、で伯爵にあなたがいるのは知ってたから、あ、そうなんですか、俺いろんな人多分見てるんや、うん、そうで、みんなそれぞれなんか意識があるじゃん。なんていうか、影響って人間って人間の影響受けないってありえないから、うんうん、受けようと思う人に受けてってるって感じがするからね。わかる。だからそうやってそうやって影響を受けようとしてる人たちのなんか何かを感じるじゃん。うん、感じます。そう。だからそれでよかった。それはそういうの昔俺勘違いしてこう恋愛に発展したりしてた。でももうもはやもう。もう俺は勘違いしないです、俺。いけると思います。みんな本当大事な人だから。そうそう、
大事な人としてちょっとちゃんと付き合おうっていう。はい。なるほど。そうです。頑張りなさい。はい、君はできるから、もういいから、就職活動1秒もしなくていいから、早く書けよ。本当にできますか、私。なんかもう、いいから、絵を売るとか関係ないから、書いて、今日。今日書いてばいいの。昨日書きました。今日書いて、書けばいい。書いて送ってください。送っていいですか、送ります。はい。そう、毎日送ってる人いっぱいいるよ、俺に。うん、毎日書きました、毎日書きましたって、絵だとか文章だとか何だとか、全部みんな送ればいいじゃん。まあそれがしっかり真剣に読んでることまでは期待しないよ。うん、なんとなく見て。いいね。いいね。すぐ送るから、返事するから。ありがとうございます。そういう仲間がいればいいだけない。うん、そういう仲間がいなければ俺がやればいいだけない。うん、もう、そういう感じでやってるの、うん。なんでそれをやってあげたらやるのにやってあげないのみんなと思ってるだけ。いないんです、なんか見て。みんな野良犬だと思ってるから、俺。野良犬、野良猫だと思ってる。餌あげたらいいじゃん。ねえ、うん、野良猫いるんだから、餌あげればいいじゃん。好きなだけあげたいだけ。うん、この間、見かけたとき、野生動物みたいな感覚の人だなと思って。うん、あ、俺がね。だからなんか。うん、多分なんかその、やっぱこう、ビンビンなんじゃない、みんなに感じてと思ってるから。うん、何か引っかかったら、俺はほら、そこでコミュニケーション取れると思って、そっちが、それが楽しいから、毎日歩いてても、ずーっと引っかかりを感じてって思いながら歩いてるよ、うん。そう。だからわざわざ変な道を歩くし、そしたら野良猫とかが引っかかってくるじゃん。うん、今やうちのコンちゃんもさ、もう野良猫なのに、もう俺に伸びしちゃってるからさ。もう全部大好きみたいな顔してる。見ました、可愛かった。そう、でも俺の場合それで持って帰るかったらそういうわけじゃないよね。もうそのままが言いやすいっすよねっていう。そう、なんか家の中で会いたくないなっていう。でそれで死んでもさ、それはそれでみんなそれぞれ人生だしさ。そうそうそう、余計なことはしないで。だから俺もあなたに余計なことはしたくないから、別に送るのはいいけど余計なことは言わないよ、うん、俺は大丈夫。送るっていう事実があって、よしちゃんとできてるから偉いっていう、ね、褒めることは得意だから、はい、物語の方に進むっていう感覚。その物語を見るんよ。みんな物語を見なさすぎてるから、もむっちゃ物語それぞれあるから。それはあります。でもさっきの読んでても分かるでしょ、俺のみんなあるで、こういう物語が、うん、そうですね。うん、ありがとうございます。うん、できるできる、はい、大丈夫です。すいません、炊き込むご飯が。どうぞどうぞ、腹が減ってんだよな。ありがとうございます。はい、はい、じゃあシロップで終わりかな、はい、もういい、大丈夫かな。皆さんまた、これ全員で出れるんで、皆さんね、全員参加モード入ってますから。じゃあ皆さんまた やります、全員参加の。さよなら、さよなら、さよなら、さよならをやりますか。じゃあ、皆さん、お疲れ様でした、本当。大丈夫かな、これで。いいか。OK。じゃあ、皆さん、さよなら。またまた。あ、じゃあ、一曲歌いましょうか。ね。何を歌うかな。あ、この、河内の中で多分何か、うわーすっげー、なんだ河内、なんか河内やっぱやばいな。第28章、本の断片。発生したものをいくつか分割してみた。それはここにはないものだ。見つけられなかったわけではなく、もともとそこになかったものである。誰の心にもなかった。それを表すために人は作る。作るためには以下のような分割が存在する。丸一、自分が思考していたものを物質とみなし、刃物を使って分割する。丸に、思考している自分を物質ではなく気化したもの、つまり箱に閉じ込められていない大気と捉えて、そこに含有する要素だけでなく匂いなど計測不能なもの、勘や直感、それとは別に人間ではないものによる感覚、山や海の気配、動物や鉱物にもともと備わっている遺伝子とは別のもの、生命体が持っている確かなもの、変化しないものを分割し、そこに先を作り出す。なんじゃこれ。まあいいか。
か、いろいろ面白いですな、ほんと。最近はね、青姫がエレキギター始めてますからね。もうちょっと楽しみ。今日はね、青ちゃん、親友が家に遊び来てるらしい。なんかね、幸せそうですよね。俺なかったな、そんな高校生の時、親友が家に遊びに来ると。これが私の時間か、これが私の場所か、これが私の家か、これが私の敷物か。男は水たまりの中に株を突っ込んだ。何かわめいてる。呼吸もできていない。私は水の中の男の言葉に耳を澄ました。耳を澄ませば澄ますほど鮮明に聞こえた。次第に耳元で聞こえるような声になった。水たまりの中の男はもう窒息寸前だ。体はぐったりとしている。低い声だけはいつまでも鳴り止まず響いて。朝が来た、まだ日は消えない。さらに強くなる。折る燃えぬ、いくつもジャンブル。ジャンブルは火を消し、また次のジャンブルを作り出し。ジャンブルの中の風は自然と火を起こした。煙はジャンブルの間を吹き抜けて敷物で覆い隠す。煙はそれでも漏れてゆく。煙を吸い込む働きで工場には煙が充満。さらに燃える煙がここまで迫ってきた。私を飲み込もうと、しかし煙は体の穴を、穴という穴から漏れていく。私が負った敷物は煙でずっかりケープされて跡形もなくなった。屋根を支える柱が黒ずんでスカスカになってどうにか立ってる。私はすっかり呼吸をすることを忘れて、ジャンブルはまだ変わり続けている。ジャンブル、人間たちの頭に成り代わってはそれぞれに思考し、何もわからないと口にす。人間たちの声になって、歌ったまま歌ったままこちらを見ている。ジャンブル、ジャンブル、彼らは一斉に傘を差した。屋根が吹き飛んだ。部屋に雨が思い出したように、降り込んで雨水は敷物の上を流れほどけした。川となって水たまりに流れ込んでいった。ジャングルをまた別のジャングルを生んだ。ジャングルは人間ではない。ジャングルは生きていけない。それなのにどんな生き物よりも動き回っている。ジャンブルは燃えかすからも芽吹いた。部屋にはまだ雨降ってる。長い時間が流れた。
窓の外には時間ではない、他の全てが流れていた。これもね、先ほど話してた河内から、河内第40章宿舎ジャンブルと書いてます。もう何なのこれ、わけわかりません。私が今から話そうとしている言葉は誰の言葉でもない、この言葉は聞こえているはずはない、この言葉は私ではない、私は人間ではない、私はこれから話そうとしている、私は自分の言葉ではない、言葉はなそうと、言葉はもっともっと私ではないのさ、聞き取れない言葉しかない、この言葉も知ることができない、言葉は伝えるためのものじゃない、言葉は一つの穴で結んだ穴で通っていくものは私が知らないもの、言葉ならないもの、語ることができないもの、これが穴を見つけ出すのさ、口はそのための穴の一つでしかない、私は皮膚の穴で話そうとしている、尻の穴で話す、その言葉は聞き取ることができない、言葉は記憶することができない、集まっていながら知らないこと、この隣のものを見たことがない、見ることもできない、そういう言葉が骨から出てくる穴を取った形跡、気が利きず、それら知らない、ものは生きてるものではない、私は生きていない、私は人間を通過してる、言葉生きていた返しはない、どこにいるのかわからない、お疲れ様でした。ということで原稿は書けましたし、お話もできましたしね、もう大丈夫でしょう皆さん。またまたよろしくお願いします。バイバイ。